お母さんに怒られる、お父さんに怒られる、お姉ちゃんにも怒られる、全員に怒られる。はい、どうも、北の宇宙人たちのフェルトです。サー君です。今日はですね、はい、なんかスマートフォン持ってる全ての人の悩みだと思うんですけど、はい、通信制限あるじゃないですか。こちらね、辛いよね。僕たちは特に、ね、毎月経験してるからね、うん、あれって、月の通信量というか、メモリというか、大体1人7ギガぐらいじゃないですか。大体そうだ、ね。7ギガぐらい。俺もそんぐらい。うん。で、僕の場合は、うん、まあ、家族のシェアパックなんですけど、15万使える。15ってやばい。親とかさ、あんま動画見ないでしょ。そう。それでも通信かかってたの。ありえないかも。ありえないでしょ。大体の原因ってさ、なんか、外で Wi-Fi ない環境で YouTube 見てますとか、それだよね、ほとんどがまあ YouTube とかさ、それ見て原因じゃん。そう、動画だよね。そうそう。でも僕、YouTube とか結構気をつけてても15いっちゃう。ありえないでしょって話よ。でその時に、はるくんが教えてくれた言葉で全ては僕救われたんだよ。俺意外とね、みんな知ってると思ってたの。いや、知らなかった。え、でもやってると思ってて、それやってなかった。やってなかったな。今日はその方法というか、まあ、意外に、その、これをしただけで通信制限多分。いや、マジでかかんない。マジ助かる、助かる。2ギガとかだったらわかんないけど、本当にそれ以上あったら基本的に大丈夫だよね。はい。そもそもの普通の動画って、まあ、大体 30fps ってやつで撮られてるんだけど、そうだね。その 30fps っていうのが、あの、1秒あたりに30枚の写真をバババババって流して、それが動画になってるみたいな。へぇー。じゃあ画像とは桁違いなんだ。桁違いの動画っていうのは。そいつやべえな。ということで、今、Twitter が、まあ、結構動画で、容量を占めてると思うんですよね。例えば、今これフェルトのアカウントなんですけど、普通に Twitter 見せたらこういう感じで、はい、TL 流れたら、このタイムラインでこう流れた動画は、普通にこう勝手に再生されますよね。そうだね、そうだね。って感じなんだけど、ここで1個流れてるタイミングで、もう、例えばこの動画あったら、だいたい30秒の動画なんだけど、うん、30秒の動画はもう勝手に全部ダウンロードされてるみたいな。あ、ダウンロードされても通信量が。もう一気に下がってる。これ見てるだけでどんどん下がっていくんですよ。あ、それでも容量多分かかっちゃってんだもん。そうそうそう。だから、これをどうするかっていうと、これは基本的に停止させる。自分の見たい動画だけを、タップして見るっていう風にすれば動画をいちいち再生しなくて済むから容量が一気にかからなくなる。人によってはなんかあれ勝手に押さなくても再生されるのは便利じゃん、便利じゃんみたいな、見れるからいいじゃんっていう感じになって使っちゃうけど、実はそれが落とし穴なんだよね。 Twitter で YouTube を何個も何個も見てるみたいな状態になるから、それを基本的に止める、うん。まずこれ自分のまずアカウントなんですけど、自分のアカウント開いて、はい、まあ、普通に設定のボタン、ここで設定押します。はい、設定をして、ここのデータってところを押して、あと動画の自動再生ってところがあるから、これを基本的に常にオフにします。まあ Wi-Fi 接続詞のみでも大丈夫なんだけど、まあ、基本的に常にオフにして、これで自動再生なくなると。そう、これで自動再生がなくなるので、はいはいはい、こうすればもう一回アカウント見てみると、こうタイムラインを見ても動画再生されないと。で、この動画めっちゃ見てえなって思った時に初めてここで見る。なるほどなるほど。最初さ、3秒ぐらい見てすぐやめればいいって思うかもしれないけど、3秒見た状態でもう最後までのデータはもうもらっちゃってんだよ。確かに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 。だから最初の方見てすぐやめたから大事3秒分だけって言ったらそういうわけでもないから。確かに確かに。もうタップした瞬間はもう終わってんだよ、ね。そうそう、終わってすべては。だから基本的にはもうさ、Twitter のせいで、今、メモリが結構食ってて、通信制限かかる人が多分多いです。多いよな。YouTube。YouTube 気をつけてればほとんどかかんないでしょ。って思うんだよね、基本的に。だけどやっぱ、Twitter の今動画が多いから。多いからね。ここをしっかり。2分20秒なんか溜まったもんじゃない？そうそう、やばいよ。2分20秒の YouTube を普通に開いちゃってるような感じになっちゃうから、まあ、そこをオフにするだけで結構劇的に、通信制限になる確率は下がると思います。ということで、ぜひ皆さん、これを試してみてください。はい。というわけで、たまにある、北の宇宙人たちの豆知識コーナーでした。何豆知識コーナーバイバーイ。じゃあ、やってみます。いきます。おお、なんだけど、流れない。一回開いた状態で、輪つかないんだよ。そうなの。